クルニクネンリミミミラクルニクネンリ。素直に好きと言えない君も勇気を出して恋のまじないミクルビームかけてあげるわ。未来からやってきた幼なキューピー、いつもみんなの夢を運ぶの。夜は一人星たちに番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。彼女の名は朝比奈みくる。ごく普通のけなげで可愛らしい少女のようでいて、実は未来から来た戦うウェイトレスである。なぜ未来から来たのがウェイトレスなのかはさまつな問題に過ぎない。物語とは往々にして開始と同時に問答無用の奇怪な設定が突きつけられるものだ。お急ぎのところすみません。今日は生きのいい白菜が大量出るかです。今から1時間ぽっきりで一束半額サービスなのです。ところで戦うウェイトレスと言っておきながら、なぜ今唐突にバニーガールの衣装を着ているのか。それは普段彼女が地元商店街の客寄せを予備校のバイトでここをしのいでいるからだ。あら、今日は白菜が安いのね。急いで買わなきゃね。ミクルちゃん、今日も精が出るね。はい、頑張ってます。頑張りすぎのコスチュームで明るく返答するミクル。その無垢な魅力で白菜がたちまち売り切れとなった。いつもすまないね。少ないけどこれ取っといて。そんな全然です。私こそごめんなさいです。こんなことくらいしかできなくて。それじゃあ次はお肉屋さんのところに行かないといけないので失礼しました。失礼します。今や彼女はこの商店街にはなくてはならないマスコットキャラとして地域住民に愛される存在であった。頑張れミクル。去年できた大型デパートに奪われた客を商店街に取り戻すのだ。地域の活性化と個人店舗の命運は一重にミクルの双肩にかかっている。ただし本筋とは何の関係もない。さてその本筋だが、彼女はもちろん戦うウェイトレスであり、その目的とはすなわち一人の少年を陰ながら見守ることであった。その少年の名は小泉いつき。ごく普通の能天気な高校生のようだが、実は超能力者である。しかし本人にはまだその自覚がない。どうやら何かをきっかけにして秘めたるスーパーインクレディブルパワーが覚醒するということらしい。なんだか憧れの上級生に声をかけられなかった下級生のようにも見えるが、とりあえずいつきの無事な姿に安堵してるのだとしておこう。こうしてその後もあられもない衣装でバイトを続けたミクルはやがて今のミクルに居住スペースを提供している文具店に戻ってきた。ああ、おかえり。ミクルちゃん、お疲れかい。平気です。今日はお客さんも多くて大
ようでした。ああ、それはいいことだな。今日の務めは果たした。ミクルはやっとそのゴム帯な衣装を脱ぎ、カジュアルな姿で床に着いた。断じて言っておくが、着替えのシーンはこれ以上撮ってないので、早々問い合わせても無駄である。嘘ではない。何の前触れも前振りもなく立っているのは長戸勇気。ごく普通でもなければ一般人な少女にも見えないが、それもそのはず、実は悪い魔法使いである。しかも宇宙人。そうこうしているうちに、ミクルとユキの初対決となった。二人の出会いから因縁関係に至るまでの一切の経緯は、諸々の事情により見てる人のご想像にお任せするしかない。この辺で本作の演出方針を代替させていただければ甚だ幸いである。説明しよう。このありがちなデザインの棒はスターリングインフェルノとかいう魔法のステッキなのだ。こうなっては奥の手です。おーりゃ、ミクルビーム。説明しよう。ミクルビームとは、朝比奈ミクルの左目から出るマジで危ない必殺ビームなのだ。一体この後事態はどのような急転直下を迎えるのか。果たしてミクルの運命は。イツキは何のために出てきたのか。この店は、店長がとても親切です。それにナイスガイです。今の店主の英二郎さんのおじいさんの代からやっています。乾麺地から冷蔵庫まで何でも揃います。それから、とにかく大森電気店をよろしくお願いします。ユキとの初対決に敗れたミクルは悩んでいた。ミクルビームが通用しないなんて、なんとかしなくちゃ。どうやらミクルは変身ヒーローではなく着替える必要があるようだ。そして今日も律儀にバイトに出かけなくてはならないらしい。